もう誰も私を止めることなどできん。心のコスモよ、奇跡を起こせ。ペガサス、なぜ再び立ち上がった。感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もうというか。アテナが命を救う盾を取りに行くために、俺たち命に変えてもアテナを救うと誓ったんだ。俺の友が命をかけて俺をここまで導いてくれた。いけ、そう、氷河、行くぞ。アテナの像までたどり着いてみせる。まだまだ、次元に飛んで行け。アナザーディメンション、アナザーディメンション、ペガサス、ついていけ。黒い、いや、体を盾にしてお前をかばいさえしなければ今頃。今まで何人の友が倒れていったら、お前をここまで立ち着かせる。アテナを救うために俺の命の炎が燃えている限り、たとえ這って行ってでもアテナの盾を掲げなければ。五感を断たれた、何も見えないし聞くこともできない。見えて、見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。なんだと、それではお前は六感全てを超えたセブンセンシズに目覚めたというのか。見えて、お前がいくらコスモを燃やそうと、私には一切歯が立たないのは立証済みのはず。この私に勝てるはずがない。クラエアクシアンエクセプロージョン。みんながこの俺に勇気と力を与えてくれた。俺はみんなの希望なのだ。
心のコスモよ、セブンセンシズよ、今こそ究極まで燃え上がれ。行くぞ。傷を負いすぎたか。いくらセブンセンシズに目覚めたか、ペガサスごときの剣を再び食らうと。ないのは聖夜と同じ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。平和を愛する聖夜となる。それに引き換えまだまだ。いや、何としてでもペガサスを止めなければ。まだまだ。平和を守る聖人となのだ。まだ俺は諦めちゃいけないんだ。どんなどん底にいようと這い上がってみせる。行くぞ。さあ、異次元に飛んで行け。アナザーディメンション。俺のコスモよ、ペガサス水星拳。ついにジェミニのサガ、諸悪の根源を倒したぞ。Thank you.